ヨハン・ボーデの製図に描かれた景気球座景気球座は、フランスの天文学者のジェローム・ラ・ランドが、水亀座とヤギ座の南側に設けた星座の一つである。現在は使われていない。高い湯が難点に、科学実験用具などをモチーフにした星座を設けたことに刺激を受けたラ・ランドは、1798年に、ドイツの天文学者、ヨハン・ボーデと、モンゴルフェ兄弟の熱気球と、 グーテンベルクの活版印刷をモチーフとした二つの星座を作ることで合意した。この二つの星座は1801年に刊行されたボーデのウラノグラフィアの中でグロボス・エディスト・アッティカスとオフィチーナタイポグラフカとして初めて登場した。いずれの星座も現在の88星座には採用されていない。原めぐ星座の神話。 座涯と星野の意味構成者構成格。1996年6月30日。274ページ。ISBN4 から769908253。a b e a n g r ドパススターテールズ、グロボスエディストアッティカス。2014年5月9日閲覧。ありがとうございます。